はい、皆さんこんにちは。今だからのんびりフィルムカメラのひとりほとです。はい、昨日は何をやっていたかというと、お友達のね、お寺のご住職のところに行って、まあ世間話というかね、最近あったいろんな出来事を、まあ、意見交換というか情報交換をさせていただいて、私はいつもね、普段は仕事からね、人の話を聞くことがお仕事なので、私の話をね聞いていただく機会ってないんですけれども、そういう時にね、時々、お寺のご住職のところに行ってお話を聞いていただいて、なんかね心が浄化したようなそんな気がします。で、ちょうどね、カメラはね、ファインピクスの S5 プロ持って行っていたので、お寺さんの写真を数枚撮らせていただきましたので、この後ご紹介させていただこうと思います。昨晩はですね、実は今旅好き夫婦のチャンネルを一生懸命作っているっていう話をしましたけれども、どうしてもね、このひとりほとチャンネル、もうひとりほとチャンネルのこの収録っていうのは一番 YouTube 撮影では一番簡単って言ったら失礼なんですけども、割とその編集とかに時間をかけないようにも工夫をしてきたので、形がもうできてますよね。なので毎日配信1時間以内に収録をして配信させていただいてるんですけれども、やっぱり旅のね、YouTube になると、旅の YouTuber ってすごい何万人もいらっしゃるんですね。そうすると、まあ、その中で、皆さんに見ていただけるような動画を作ることってすごく難しいんですね。で、その指導をね、私は今62歳ですけど、長男に今指導をしてもらって、動画の編集作業を一生懸命しています。もうここ3本くらいね、指導を受け始めて、動画を作成し始めたんですけれども、まあ指導を受ける前に撮影した動画もあるので、それを、まあ、いかにね皆さんに見やすく編集するのかっていうことで、昨日もね夜中の12時半まで、LINE でやり取りをしながら、まあ、ここはもう少しこういう方がいいよとかね、フォントだとか音の入れ方とかね、いろんなことを工夫しながら、ようやく今日の朝ですけれども、アップしました。なので、ぜひね、旅好き夫婦のひとチャンネルの方もね、この明日にリンクありますけれども、見ていただいて、成長の過程をね、ぜひ、見ていただきたいと思います。皆さんの中にもね、おそらく YouTube 配信されている方ってたくさんいらっしゃると思うんですよ。なのでもしよろしければ、リスナーさんの専用の連絡フォームから、私こんなチャンネルやってますよって方いらっしゃいましたら、ぜひコメントいただければ、この YouTube でご紹介をさせていただきたいと思います。なかなかね、YouTube でチャンネル登録者数を増やすっていうのは、まあ、年々ハードルが高くなってきていて、今私のこのチャンネル自体がね4000人先日超えましたけど、もう
私にしてみればね、びっくりですね。本当に皆さんのおかげでこのチャンネルを運営できてると思います。なんとかね、旅チャンネルの方も、一生懸命頑張ってね、皆さんに見ていただいて、これはリスナーさんがね、層が違うので、これから旅をしたい人、それから旅が好きな人、どこに行こうか迷っている人のため の YouTube なんですけれども、そちらの方も頑張っていきたいと思います。はい、なので、昨日はね、ひとりほどチャンネルはお休みをさせていただきました。皆さん、おそらくね、ご心配された方もいらっしゃるかと思いますけれども、その成果がね、この下のリンクに貼ってある、旅好き夫婦のひとチャンネルの最新版、ナンバー068の番外編っていう、五所川市の立ちねぷたの、館の動画です。ほんの短い動画ですので、ぜひご覧いただければ嬉しいです。ぜひそれからね、チャンネル登録もお願いします。どういうふうにしてね、チャンネルを成長させていこうとするかっていう過程もね、ご覧いただけると思いますので、これから YouTube を始められたい方とかね、始める方の、いい意味でというか、悪い意味でというかね、参考になると思いますので、ぜひご覧いただきたいと思います。はい、それでは、実はね、もうたくさんのね、写真投稿をいただいていたんですね。で、どうしてもね、昨日のうちに配信しなきゃと思ってたんですけど、さすがに2時半からはね、1時半か、2時半か、からもう一度動画作って、深夜にね、配信しても意味ないので、今日朝ですね、動画を配信することにしました。それでは一人目の方から発表をしたいと思います。はい、まずお一人目、F12 ピナさんです。はい、こんばんは。九州はまだまだ暑い日が続いています。ひとりほどさんの桜を見るたびに、長野は写真撮影に恵まれているなぁと思ってしまいます。ありがとうございます。本当そうですよね。里山でキノコの写真が撮れるってね、本当に恵まれてますよね。さて、今回の写真は、先日ライカ、3F の続きです。バルナックライカに興味のある方の参考になればと思い、投稿させていただきます。レンズは、振動式 L ズミクロン 50mm。1枚目は、開放で、撮っていますが、あまりボケていませんね。最短撮影距離が1メートルなので、これ以上なかなか近寄って撮れません。この辺りはやっぱり一眼レフには譲ります。また M 型ライカと違って、バララックスの補正もないので、フレーミングは勘頼りになるのも要注意です。2枚目は F11 まで滑り込んでいます。硬くもなく柔らかくもない適度な上がり具合だと思います。このぐらいならモノクロの方が面白そうです。コシナ製のカラースコパー 50mm F2.5 やヘリア 50mm F3.5 の方が、カラー撮影には向いていると思います。バルナックライカといえばエルマーなのでですが、私はズミクロンしか持っていません。エルマーについてはお持ちの方、この後にちょっと文字化けしちゃってますね。はい、ということで、M4P をオーバーホールしましたので、そのうち M ズミクロン 50mm と比較してみたいと思います。あまり参考にならないと思いますが、よろしくお願いします、なんていうことを謙遜して書かれてますけれども、1枚目はね、白いお花のお写真、2枚目はこれは色づいてるのかな、木の写真ですね。3枚目はね、お店の写真だと思いますけれども、いずれもなんともね、味のあるお写真ですね。素敵な写真を送っていただきましてありがとうございました。それでは3枚ご覧ください。
はい、続きまして、ただのカメラと鉄道好きさんからです。ひとりほとさん、こんばんは。動画投稿毎日お疲れ様です。サボってしまいましたね。今回は2024年の2月3日に岐阜県大垣市の大垣駅から瑞穂市、揖斐川町を通り、本巣市のこれなんだろうね、垂水駅までを結ぶ垂水鉄道を撮影したものです。映っている車両の塗装は首都圏色と言います。別名、タラコ色とも言います。垂水線がまだ国鉄だった時代に走っていたキハ26、キハ48をイメージしてリバイバル塗装したそうです。ということで、お写真が2枚ね、素敵な電車ですね。本当にね、綺麗な電車です。それで、撮影場所について後でね、またあのメールをいただいて、撮影場所、はですね、瑞穂市の、これはね、横谷駅付近ですって書いてありました。はい、横谷駅付近で、撮影して2枚のお写真ご覧ください。はい、続きまして、船照さんです。皆さんこんばんは。昨日の、動画は大変興味深く、楽しく拝見させていただきました。そこでなんですが、私がの一番使ってみたいフィルムカメラはミノルタの CLE です。はい、これを CLE、 昔私使ったこと、あ、 CLE じゃないですね、私が使ったのは CL ですね。使ったことあります。実は今から40年前一度だけ使ったことがあります。それが1枚目に投稿させていただいた1984年の岐阜基地航空祭で撮った、T1B の写真です。当時の私はカメラ知識など全くありませんでした。その割にピンボケもせずに水平も撮れて そこそこまともに撮れていたので驚きます。笑いということで、おそらく前日の夜に親父からレクチャーを受けていたと思いますが、その CEL、 当時親父の所有物なのですが、今ではありません、今はありません。30年くらい前に当時の親父の写真仲間の方が、どうにか譲ってもらえないかということで、その友人の方が当時所有していたニコン、FE2 と交換してあげたみたいです。その、FEL は今現在私が所有しています。笑いということで、2枚目は2年前に、静岡県富士市で日没直後に撮った富士山の写真です。本当に綺麗なね、あの富士山の写真ですね。1枚目はね、その岐阜基地の、航空機の写真ですね。3枚目は6年前に岐阜県那市で撮った明智鉄道の NHK 朝ドラの青い、半分青いのラッピング車両になります。あ、これ私も見ました。当時、朝ドラのロケ地が、江那市岩村町だったので、このドラマの主演だった、長野芽衣、さんのラッピング車両だけ何枚も撮っていました。笑い。2枚目3枚目の機材は EOS6、D2 とタムロン28の75の F2.8 ですということで、懐かしいですね。あの半分青いの6時になってね、本当に、ラッピングした車両があの走ってたんですね。確かね、この車両と、それからね、岩村の街の中にね、もう半分青いのポスターがたくさん貼ってあったのを覚えています。はい、それでは3枚ご覧ください。はい、続きましてウッピーウッピーさんです。
ひとりほたさん、こんばんは。くるくるさんのおかげで初心者の自分みたいなものでも写真投稿できる場所ができました。多くの方の写真を見てみたいです。荒川の、これ野池っていうかな、野池で、普段ヘラブナ釣りをしているのですが、夕方竿の代わりに富士フィルムの XX10 で鳥を撮りました。1枚目はヘラブナを飲み込んで羽を乾かす、カワウ、2枚目小さなボラを狙うアオサギ、3枚目何かに驚いて飛び立つ、カモと平気なバンです。ということで、鳥のお写真ね、3枚。私の住むところではね、こういう写真見られないのですごく嬉しいですね。川がね、大きな川っていうか海に近い川があるとこういう景色が見られるんですね。私のところはね、木曽川なので、私よく、木曽川に、もう小学校中学校の頃毎日ね、赤魚っていうんですけど、うぐいですよね、うぐい釣りに出かけていたことを思い出します。それでは3枚ご覧ください。はい、続きましてさやかさんです。こんにちは、いつも楽しく拝見しています。今日は、国鉄型381系特急木の先の写真を作例を紹介します。撮影場所は山陰本線の下山駅から和知駅の、間にある七見川橋梁、難しいですね、七見川橋梁です。カメラはペンタックス、K5、レンズはシグマの150-500mm。 1枚目、2枚目はトンネルに入るシーンを正面から狙いました。これすごいですね。こういう撮影場所があるんですね。 500mm 望遠で安全な場所から撮影しています。3枚目は、七見川橋梁ですね、を山の上から、これなんだな、なんだろう、ごめんなさい、言えない、撮影しました。はい、国鉄色と言われる原色は自然の中に溶け込んで染みますね、溶け込みますね。現在特急木の先は新型車両に置き換わり、国鉄型381系特急列車は電車は全て引退してしまいました。寂しい限りです。確かにね、このお写真の写真、特急電車、確かね、昔シナノもこの電車みたいな電車だったような気がします。もうすっかり見なくなりましたよね。はい、素敵なお写真3枚ご覧ください。はい、続きまして草井光子は17歳さんです。おはようございます。いつも朝見ていただいてるんですね。ニコマート EL 友の会の草井光子17歳です。今日も写真送付をさせていただきました。よろしくお願いいたします。今回も酸っぱい匂いのする古い、モノクロネガーから選んでみました。カメラはナウナヤングの必需品ニコマート EL です。ナウナヤングナっていう言葉がいいですね。レンズはオートニッコール 24mm と 50mmF2 です。撮影時を一生懸命思い出して泣きながら写真に打ち込みました。本当に時間がかかりました。ありがとうございます。すいません、本当にね、昔の記憶じゃないですね、最近の記憶をたどって、撮影時を入れていただいてます。それでは、これはモノクロ、もう絶妙なお写真ですね。すごいですね。はい、それでは3枚ご覧ください。
はい、続きましてね、黒パパさんです。いつも投稿を取り上げていただいてありがとうございます。今日は実は実家の方では珍しい風景だったので投稿します。私の実家は北海道のようなところではなく山陰なのですが、牧草ロールがあったので撮影しました。カメラは富士のファインピクス F31D です。富士らしい緑っぽいように、私は感じました。1枚目と2枚目は撮影した方向が違う2つです。3枚目は夕方になってから牧草の影が長く右に伸びています。北海道などと違って白いビニールでは覆っていないようです。他の皆さんと違ってスナップが多いので芸術的ではなくてすいません。なんてそんなことないですよ。私スナップ大好きですからね。あ、本当にね、白いロールでくるんでないんですね。本当にね、緑のまんま の牧草ロールですね。素敵ですね。こういう景色見てみたいですね。はい、それでは3枚ご覧ください。はい、黒パパさんからね、先日の、キャノンのレンズがはまらないっていうことについて、メッセージいただきました。雑談ということで、メッセージいただきましたの で続けて、発表させていただきます。ヤフオクジャンカーの黒パパです。以前ですね、質問しました。旧タイプのキャノンのレンズがニュータイプのキャノンのレンズにつかなかったということについて理由が分かりましたので、皆さんにもお伝えします。なんとレンズについていた突起のネジがキャノンのヘリレンズ用のものではなかったようです。それはつかないですよね。試しにこのネジを外したらすぐにつきました。びっくりしました。まさかネジが変わっているとは知らずに買ってしまいました。でもこれは説明がなければ写真からは想像できませんでした。そうですよね。あ、そっか、ヤフオクで買ったんですもんね。ありますよね、そういうことって、トラブルって。写真のネジの写真を添付します。レンズは FL の 50mmF1.4 です。ちなみに先日2つヤフオクでカメラを購入したことを投稿しましたが、1台目が届きました。購入したのはキャノンのフィルム一眼レフの FTB のボディのみです。ヤフオクの紹介ではペンタプリズムに不足あり、実用、露出系動作というものでした。プリズムの不足は予想より悪い状況でしたが、なんとか使える状況でした。もう1台がどういうものが届くか不安なような、期待するような状況です。もうヤフオクなんかをね、自負されているので、まあ、ヤフオクってある意味ね、そのあたりも許容して、落札入札しないといけない部分もあって、いちいちなんていうのかな、クレームをつけていたらね、ヤフオクで買わなきゃいいじゃないかっていうくらいに、やっぱり粗悪な出品もありますので、まあ、それ前提に値段設定しないといけないですよね。はい、私もヤフオクで出品しますけれど、私はね、もう極力詳細にちゃんと。なので、今までヤフオクではね、900件くらい、まあ何年もやってますからね、出品してますけど、今まで悪いの評価を受けたのは1回だけです。それ何かって言ったらね、落札した方から連絡がなくて、もう仕方がないから、落札者を削除したんですね。そしたら、それに対して悪い評価をつけられてしまいました。なので、いつも 99.9 評価ですね。もう 100% にならないですね。たった1件なんですけど。しかも、私のミスじゃなくて、先方から連絡がつかないっていうことで、もうやむを得ずね、削除したにもかかわらず、なんか、腑に落ちないことがありました。まあでもね、ヤフオクなんでそういうもんかなーなんて、思っています。はい。それでは、
あの写真送っていただいたのでね、1枚あのご覧ください。はい、続きまして金口武蔵さんのお写真です。題名、10月の深い青い空。この写真はね、これもいいですね。カメラはキヤノン IXI デジタル 910IS です。令和6年の、10月14日、撮影ですね。こんにちは、こんばんは。コンパクトデジタルカメラで写しまして、何せ一色しかないのでこの写真を投稿することを悩みましたが、雲一つない引き込まれるような深い青色を見てほしいと思い投稿しました。これはね、私もね、初めて、こういう写真を見せていただきました。本当にね、深い青空ですね。こういう写真を撮るっていうそのセンスが素晴らしい。私も今度挑戦してみたくて、どうしてもね、雲入れたくなっちゃうんですよね。はい、それでは素敵な写真1枚ご覧ください。はい、続きまして、パドン。1131さんのお写真です。ひとりほつさん、こんばんは。今日は古いコンデジのコンタクス TVSD、 おー、コンタクス TVS デジタルですね、の写真をご紹介します。発売は2003年なので20年以上前になります。私は中古で2007年から使用しています。このカメラの光学ファインダーは、ズームにも対応していて、液晶画を、見なくても撮影できます。レンズは A4 サイズくらいまでならプリントでも綺麗です。コンタクス TVS、デジタルで撮影した、森の都仙台の写真3枚になります。よろしくお願いいたします、ということで、本当にね、森の都ですね。森の写真と、それから、街中のお写真ですね。仙台にお住まいでなんですね。素敵な写真を送っていただきました。それでは、3枚ご覧ください。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。機械式フィルムカメラ、私が持っているカメラから、10選ということで選んで、動画をねご紹介しましたけれども、思いのほかね、反響が多かったのですね。それから視聴回数がね、普段の動画に比べておそらくね3倍から4倍あったのには驚きましたね。それだけやっぱり皆さんのね、機械式フィルムカメラに対する興味が深いのかなと思います。なので、こういう私のようなね、YouTube 少しずつ、配信していくと、フィルムカメラのユーザーも少しずつはね、増えていくのかなと思って、ちょっと嬉しく思いました。また皆さんからね、写真ご投稿、それからね、カメラ、お使いのカメラの写真もね、ぜひ見せていただきたいので、そういった写真もね、ご投稿いただけると嬉しいなと思います。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。引き続き、この動画を見ていただくために、チャンネル登録、並びに、いいねボタン、それから、投稿通知ってのがあるんですね。投稿通知のボタンもぜひ押していただければと思います。さよなら。